ハロスモニャー。はーい、おはよう、スモニャー、久しぶり。今日はですね、二人の方にインタビューをさせていただきたいと思います。まず、自己紹介お願いします。ヤノです。皆さんよろしくお願いします。ユキジェイルです。 YouTube チャンネルもあります。ini hari ini kita ada di Yoyogi Koen yang banyak apa ini serangga ada kue yang kikueru kan ただいまメンテナンス中です。 hari ini guys aku gak sendiri, udah ada dua orang, orang Jepang. Tashi ga shitomong shite kotae dake. Pertanyaan pertama, kareshi wa imasu ka? Ita kedo ima wa inai. Onaji da pichu sudah putus. Putus. Sudah putus. Pertanyaan kedua ya. Daigaku sotsugyo shitara doko de shigoto shitai desu ka? Kasi kotaeru? IT ke no kaisha. Doko de? Sawana wa kimatte nai. Yo, itte mitai tokoro toka itte mitai kuni toka areba. Indonesia de onegai shimasu. Oh, mou kerja di Indonesia. Iya, so. Oyuki.私は将来の夢は外交官なんだけど、でもまだなれるかわかんない。今勉強を始めるところで、言語研修で多分海外行くから、どこの国かはわかんないね。そうそうそう、それが決められないの自分で。だから、希望としてはヨーロッパか、インドネシアか、中国か、南米か行きたい。おー、すごいすごい。じゃあ次ね、好きなインドネシア料理を教えてください。ナシゴレン。サテ。ナシゴレン。サテ。サテ。ソト。ソト。プロス。え、これはクエ、あの緑のクエ。お、いない。ブトアユ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 。yang suka lewat depan rumah. Ya, terus apa lagi? Tahu isi, pastel. Tahu isi, terus.Ah, martabak. Martabak. Martabak kacang kan? Kue tiao. Baso. 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 Jus markisa. Jus markisa. Makan ya, senyap kan? Senyap. Bukan berarti ya? Jambu. Jambu. Jus jambu. Mantap. Mantap. Nihon jiwa, Nihon go ga amari pera-pera janai hito to nakayoku nareru no? Nihon jin? いや、日本語わかるけど、まあ、ペラペラじゃない。話すは話す。でも、そこまで仲良くはならないかな。うん、ならないの。ひどーい。やばいわ。まあ、なんか外国人が好きな人だったらいいんじゃないかな。うん、そうね。でも、なんか、ちょっとこいつよくわかんねえわってなるんだったら、ちょっと離れちゃう。そうそう。だから、難しい。ああ、これができないってこと？そう。多分さよなら。やべえ。それか LINE しても返事しないみたいな感じね。なるね。それで日本人の友達と仲良くなれる方法教えてください。さっき言ったの、ちょっと喋れるように、喋れるようにするので、と喋れるようにってどのレベルまで、今のこのくらいの、このぐらいのレベルまで話す。他はなんだろう、あんまり、なんだろう、ちょっとわーって感じじゃない。やばっ、こっちとこんな感じじゃん。怖い怖い怖い。初めての人にウェーイって言ってた。初めては例えばおはよう、はじめまして、ちょっと控えめに。そうそうそう、控えめに。でもうるさいギャル系だったらわーってなってもいいと思う。それは大丈夫。じゃあ次ね、日本のホテルのハウスキッピングの仕事はなぜ年配の方にやられたのか。かわいそうよ。かわいそうよって。おばさんがやってる。だから多分、仕事、家との家事との間のちょっとお小遣い稼ぎみたいな稼ぎ。しかも多分若い人あんまそういうのやりたくないし。やりたくない。時給安いしね。いや、若者たちはそういう仕事は
嫌だってことね。嫌だ、うん、居酒屋とかじゃない居酒屋レストランとかカフェとかコンビニそこはちょっとカラオケとかで働いてる。ああ、そう接客とか接客の方かな。アパレルとかね、うん、あそうかね、ユニクみたいな。そうそうそう、ザラとか。次はインドネシア人の男性は興味ありますか？ノーコメント。ノーコメントか。うん、なんか人によるかな。なんかちゃんと仕事ができる人がいい。頑張り屋さんとかね。そうそう、頑張ってくれる人とか。あとはあ、インドネシア人のいいところはなんだろう。そのいつも迎えに来てくれるし、食事の時は払ってくれるし。そうだよ。そう、食事払うのはいるはいるよ。いつもじゃない。いつもじゃないじゃん。なんか向こうは絶対男が払うみたいな感じで、なんか女性を大切にしてくれる感じだって。うちに言わないで。じゃあ次ね。日本人は真面目なイメージがあって、それは本当ですかって。真面目ですか、あなたは。私は普通ではないでしょうか。なんか真面目な人と真面目でない人がいる。やるときはやる、ふざけるときはふざける。仕事しなきゃ。そうそう、なるほど。それ真面目じゃん。まあ真面目、そういう真面目じゃないかな。今日本人こんな感じだね。だってそれが必要なんだもん。違う。はい、じゃあ最後ね。パマーオニカ様、オランジパン。パラオランジパンのメレカ。なんで？今まで日本人と付き合ったことないし、付き合いたいとも思ってない。いや、ロマンチックじゃない。まあ付き合ってじゃん。うん、え、あるの？ある。そうね。なんだろうな。いつも一緒にいたせいか、やっぱ友達しか見えなくて、やっぱり。授業中はただ隣に座って、まあ、わかんないことあったらちょっと聞くわ、みたいな。じゃあ、寝る前にちゃんとおやすみベイビーとか。それはベイビーは言ってないから。おやすみみたいなやつは来た。うん、おやすみなさい、Love you。 それはないないね。ラブユーはない。つまらない、つまらない。おやすみがさ、なんか日本人って付き合うとなんかそういう呼び名じゃないのよ。なんかベイビーとかハニーとかスイリーがないから、なんかそれがつまんない。そうね、それはなんかやっぱりニックネームみたいな感じ、2人だけの時に呼ぶやつっていうのを決める。だよね。ローチンターとか。こんな感じで。Okay guys, jadi segitu dulu videonya. By the way, ini kenalin, ini adik aku, satu ibu, dan ini adik aku tapi beda ibu. Gimana? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.